どうもこんにちは、久々、ボタン琉金の動画になります、ボタン琉金っていうのは、まあ、日本全国メジャーな金魚ではなく知れ渡ってるメジャーな金魚ではなくて、まあ、地金ですね、熊本県の地金って言っていいと思います、ボタン琉金です、なかなかね、あの手に入る代物ではないんですけど、まあ、見た目は琉金なんですけども、まあ、上の方から見たらなかなかちょっと上からだと伝わりにくいんですけども、またこれですね、一番、この子たちが綺麗に、見える、水槽っていうのはですね、どっちかというと上身の金魚です。琉金なんですけど上から見たらすごく綺麗な金魚なので、なんか黒いプラケースとかに入れてね、たまに見て観察してるんですけども、すごく、癒されます、熊本県で作られている、作られた、金魚です。土佐金と長尾と琉金ですね、の血が入った、まあ、体は琉金なんですけども、まあ尾だったりが土佐金の柄だったり、長尾ですね、上から見るとよくわかるんですけど、長尾の尾をした、平らな尾をした、琉金です。一時期本当に自分惚れ込んでる時期があって、いろんな種類のボタン琉金を欲しいなということで、いろいろヤフオクとかね調べたんですけど、まあないですね、いないですね。出品されてることはまず見たことなかったですね。もう実際熊本県の長洲町に行かないと買えない金魚です。でこの子たちはちょうど1年前ぐらいに、熊本県長洲町の松井養魚さんの方から購入して、持って帰ってきた、子たちが、まあ、当時小さかったんですけど、順調に、まあ、強いですね、まず、こんな感じで、そんなに大きな60リットルの水槽の中に入れてるんですけども、雨ざらし状態で、まあ、あんまりいい環境ではないんですけども、まあ、病気することなく元気で育ってくれて、非常に強い金魚です。でも最大の特徴としては、さっき言ったように尾ですね、もう上身、後でまた上身の動画をちょっと載っけますけども、上から見たら尾がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。平らになって長尾の形して、土佐金の尾のような柄をしてめちゃくちゃ綺麗なんですけども、なかなかやっぱ尾を強みとした金魚なので、どうしても羽の対象になる金魚が多くて、まあ、選別にあたってどん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 もう尾が悪ければどん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 羽でいかれるので、この熊本の養魚場の方で販売されて、養魚場に行くとこうボタン琉金っているんですけども、これが上から の動画ですね。これがですね、ちょっとでもやっぱ土佐金の血も引いてるんで、尾がですね巻いてくるんですよ。巻いてきたり、なんか尾がちょっと斜めになったり閉じたりするのは当然羽の対象になります。あくまでもこのボタン琉金っていうのはこう見てわかるように綺麗に蝶のように開いて、こうね、尾がまくり、土佐金のように尾がまくり始めると、ちょっと、まあ、このボタン琉金に関してはちょっとダメなのかなっていう感じの評価基準になってるんだと思います。なのでこの、まあ、見てわかるようにこの綺麗にね、蝶尾のような尾をしてるね、この子たちなんですけども、まあ、この子たち自体は相当なその狭き門をくぐり抜けて、選別をくぐり抜けて、残った本当優秀な個体ですね。そういう個体が、当歳の時期に販売されて、それを購入してくる、購入して持って帰ってきたんですけども、もう当歳の時期からしっかり、選別にかけられて、実際販売まで回った子たちっていうのは本当にごくわずかで、希少な金魚であります。全ての金魚がこういう形で出来上がるわけではないの でこのボタン琉金、見ての通りいろんな柄があります。でまあ、自分もよく分かんなかったり、とりあえずいろんなカラフルに、いろんな柄のやつでいいかとかで買ってきたんですけども、やっぱりまあこう見てみるとやっぱ赤が映えますね。素赤でもいいですし、こういうサラサラ 赤と白の、やつでもいいんですけども、ボタン琉金はやっぱりこの赤と白のグラデーションというのが、僕は最大の特徴だと個人的には思っているので、まあ、キャリコとかね、真っ白な、まあ、ボタン琉金まで今映って見えると思うんですけど、まあ、最終的にたどり着いた僕のボタン琉金っていうのは赤かなと思います。まあ飼育してて、じわりじわりとやっぱすごい綺麗だなっていうのが、どん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 やっぱ成長するにつれて分かってくるんですよね。まあ、そうなってくるとやっぱり色を出したくなるんで、まあ、さっきね
あまりあのよろしい環境ではないんですけど、しっかり太陽光を浴びて、できるだけ、たくさんの光を浴びて、でたくさんの青水、たくさんね、綺麗な青水の中で、いい青水の中で飼育していくには、どうやって作っていこうかなって考えたときに、この子たちは透明な水槽がいいのではないかということで、さっきの水槽に、水槽で飼育してました。で今色揚げ用の餌だったりもあげてるんですけども、もうちょっとですね、赤くなってくれたらもっと綺麗に、色鮮やかになるんじゃないかなと思うので、まあ、仕上げの段階ですね、まあ、そんな感じで、熊本県の長洲町でしか手に入らない、上身が最高な、龍金ですね、母体龍金の久々の、登場でした。ありがとうございます。